あの人面接で印象良かったのに現場で活躍しない、高い採用コストかけたのに現場で活躍しない、そんな経験あなたの企業もありませんか？なぜそんなことが起きるのか知っていますか？実は面接で人を見抜くことはできないからです。ありきたりな面接でどんなに高い費用をかけてもその企業に合った人材を見極めるのは不可能なのです。じゃあ低コストでどうやって優秀な人材を見極められるの？あの Google が使う面接手法と3つの採用研究の知見を加えた4つの機能を備えた全く新しい採用ツールをご紹介します。一つ目は非同期型の動画面接です。候補者の人に録画してもらって、それをアップロードした後で会社側が見る。1分の動画でどのぐらい見れるんだっていう話なんですけど、結構情報量が多くてですね、10人か20人ぐらい面接を繰り返していくと、面接官側も見る目がついてきて、あれこれなんかちょっと違うぞみたいのが分かるようになってるっていう。次が GMA テスト。ジェネラルメンタルアビリティテストっていうんですよ。日本ではあんまり聞いたことないかもしれないですけど、一般認知能力テスト、知恵の輪というかパズル問題なんですよね。 IQ テストみたいなのあるじゃないですか。イメージあんな感じなんですけど、これがですね、入社後の活躍と一番相関が近いということで、質問数はですね40問、制限時間90分なんで結構頑張って解かないと終わらない。未だかつて全問正解の人いません。結構難しいっていうか、まあ難しくしとかないと差がつかないんでね。会社の中でやる仕事って、まあいろんなパターンがあるんですけど、基本は PDCA というよりも、アイデア発想して試してみて検証して、結果どうだったのかっていうのを高速で回していくっていうのが多いじゃないですか。実はこの思考パターンがパズル問題解くときと同じなんですよ。図形の法則性とか数の並びの法則性を見つけて、あ、これかなって仮定して当てはめて、あ、違う、あ、じゃあこっちかな、あ、違うっていうのをパズル問題解くときに頭の中で高速で回したわけです。それイコール仕事のやり方と同じだよねっていうので相関が高いんじゃないかと。3つ目の柱は構造化面接。A さん B さん C さんっていうと、それぞれ相手の反応を見ながら質問でこう臨機応変に変えていってますよね。それがねダメだって書いてあるわけですよ。それはなぜかっていうと、違う人なんだけどできれば会社側としては一つの物差し持っときたいわけじゃないですか。ところが人によって全部違うこと聞いてたら測りようがないと。構造化面接というのは何を言ってるかっていうと、あらかじめ質問決めといて、それ全員に同じ質問出すと。答えがある問題じゃないので、仕事のビジネスの状況でいろいろ起きそうな過去に苦労した経験と、その時にどういうふうに課題に取り組んでどういう解決策があって結果どうなったんですかみたいな、こういうのをいくつか分けて質問して、それをもう全員に同じもの投げると、記述レベルの内容にとても大きな差が出てくるわけです。普段よく考えて実際に行動している人が書ける文章と、そうでもない人が書く文章は見ればすぐ分かる。オンラインなので書いた文章がそのまま出てくるので人事部も楽と。最後が個性診断なんですけども、エゴグラムっていうのとダークトライアットっていうのと信頼性質問、これをミックスしたものを使っています。それぞれの質問に意味があって、それをスコア化して管理者画面に見せて、お伝えするかどうか意思決定する人に、この人こういうパターンの人ですよっていう情報を提供して採用の判断に使ってもらおうと。この4つですね、大きくはね。動画の尺は1分を楽勝で超える人がいるんですよ。なぜ1分でって言ってる、その会社側の意図が読めないと仕事をしても絶対苦労するんですよね。なぜお客さんこんなこと言ってんのか、なぜこの部門はこんなこと言ってんのかと、この人こんなこと言ってんのかとか、相手のニーズっていうのを把握する能力がないっていう、そういうね非言語情報はね結構インタビューオンデマンド取れるので。このインタビューオンデマンドは高い業務効率化を実現し 80% 以上の業務量削減を可能にした企業もあり、現在ツールの継続率は 100% を維持しています。今なら無料で90分間、このツールの開発者のプロの人事コンサルタントに相談可能です。動画の概要欄または左下のリンクをクリックして詳細をご確認ください。